アグネス・フォン・エスター・ライヒは、バーベンベルク家の人物。1168年から1172年まで、ハンガリーのイシュトバーム3世の妻として、ハンガリー王妃となり、夫の死後、ケルンテン・コー・ヘルマン2世と再婚した。アグネスは、バーベンベルクや出身のオーストリア公、ハイン・リヒ2世と、東ローマ帝国のマヌエル1世のメーテオドラ・コムネナ、の長女として誕生した。 1166年、マヌエル1世とハンガリー王国のイシュトバーン3世の和平を仲介していた。ハインリヒ2世はアグネスとイシュトバーン3世との結婚を提案した。が、すでにイシュトバーン3世はハリチのヤロスラフをおしみするの娘と結婚が決まっていた。しかしこの結婚はすぐに終わり、婚姻無効となって彼女は1168年に父親に送り返された。 オーストリアとの交渉が再開され、アグネスは同じ年にイシュトバーン3世と結婚した。アグネスは同年長男のベーラを産んだが溶接した。夫は1172年3月4日にハインリヒ2世と会った後に突然急死した。アグネスは夫の死の直前に2番目の男児を産んだが出生直後に死亡した。夫の葬儀の直後、 アグネスは父に連れられて、ハンガリーを去った。一年後の1173年、シュポンハイ向けのケルン天皇ヘルマン2世と結婚した。アグネスとヘルマン2世は、ウルリヒ2世とベルンハルトの二人の息子を設けた。ヘルマン2世は1181年に亡くなり、アグネスも一年後に亡くなった。アグネスは、両親と共に、ウィーンに埋葬された。 最初の夫ハンガリー・オイシュトバーン3世との間に、種を設けたが、どちらも溶接した。二人目の夫ケルン・テンコー・ヘルマンとの間に2種を、設けた。https://books.google.f/books,q=" ワグネス・オブ・オーストリア・スティーブン、3&lr="&、サイコール n&、スタート ="0", スティーブン 3", キング・オブ・ハンガリー。 2017年12月28日閲覧。カムン、サー、ロバート・バックリー、ザ・ヒストリー・オブ・ザ・ウエスタム・エンパイア、フロム・イッツ・レストレーション・バイ、シャルマーニュツーザークセッションオブ・チャールズ・ V、WH ・アレン、2017年12月28日、閲覧。ありがとうございます。